関西コレクションは主に若い女性向けのファッションショー、ライブのイベントである。大阪から世界へ発信する関西の文化イベントをテーマに様々な角度からファッションイベントやモデルイベントを展開している。主催は株式会社関西コレクションを中心とした実行委員会である。実行委員長は中川康之、プロデューサーは奥川拓海である。 2010年11月に同時マリバーフォーラムで行われたプレパーティーに始まり以降は京セラドーム大阪で年2回のペースで様々なジャンルを取り入れている2011年の第1回 2011SS から2013年の第6回 2013AW までは関西テレビ放送も協力開催時期によってはイベントの終了後に 関西ローカルで1時間のダイジェスト番組を放送することもあった。2014年の第7回 2014SS からは同局に代わって同じ在反民法局の朝日放送が協力。一時はダイジェスト番組を放送していたが少なくとも2019年以降は見送られている。2020年には 新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえて3月1日に予定されていた第19回公演 2020SS の開催が中止された。2021年に入ってもなお感染症の流行は続いていたものの第20回公演 2021SS は3月7日に京セラドーム大阪で開催された。2021年の第21回 2021A W からは、スペシャルパートナーとして、合同会社 XR が入り、イベント名も、XR スアプレゼンツ関西コレクション2021、オータムウィンターとなっている。コロナ禍の中、来場者全員の検温の実施、人数制限、観客間のソーシャルディスタンスの確保など、様々な感染対策を実施した上で開催された。 1> 第1回参加ブランド、第2回参加ブランド、第20回参加ブランド、第21回参加ブランド各界、ゲスト、モデル、アーティスト、MC が出演。これまでの講演における主な出演者は以下の通りである。ありがとうございます。